おとなしくしやがれ。しびれなさい、しびれなさい。油断しちゃったみたいね。
Thank you.
指南は読み終わった？規則や制度も理解した？うん、その渋々って感じわかるよ。飛行指南はつまらないからね。私も読みたくの。うわあ、このことはジンさんに内緒ね。そうか？このお話結構面白かったけどな。面白い？あ、もしかして黒句の実例集のこと？私も好きなのがあるよ。一番好きなのは風スライムで飛ぶやつかな。風スライムが破れた時に発生する気流を使うと高く飛べるらしいね。いつか試してみたいな。それじゃないぞ。鳥が空を飛ぼうとする話だ。うん。え？ちょっと見せて。ああ、これ私が小さい頃に大好きだった童話だ。ごめん、飛行指南書と同じところに置いてたから出かけるときに取り違えたんだ。全然違う本なのに間違えたりするか？こんな話するの少し恥ずかしいんだけど、間違えた原因は私に飛び方を教えてくれたのがこの本だったから。大事なのは強き風ではなく勇気だ。それが君たちをこの世界で初めて飛ぶ鳥にした。この言葉が私に飛ぶ勇気をくれた。偵察騎士や飛行チャンピオンになれたのも。あ、まあこの話はおしまい。早速テストを始めようか。緊張しないで。いつもと同じように飛べばいいから。私がマークしたルート通りゴールまで飛んでね。飛ぶときは再挑戦す。うん。バランスを取れただけあるね。次のテストはモンド城内でだよ。先に行ってるから早く来てね。よし、オイラたちもモンドに戻ろうぜ。あまり待たせるなよ。
テストを再開しよっか。前回と同じでルート通り。できた。風の翼。何かお困りですか？風の翼のコツが分かってきたみたいだね。じゃあ最後のテストを始めよっか。まあこのルートは一回飛んでるからな。このテストに合格したら飛行免許をあげるよ。飛行免許に向けてレッツー。そこの飛んでる人、降りてきてくれ。セピロス騎士団だ。今いいか？え、何かしたか？飛行免許を見せてくれる？免許なしか。モンド治安管理法第7条12項に従い、騎士団まで来てもらおう。君には黙秘権があるが、君の言葉は全て風が覚えている。待って、今飛行免許のテスト中なの。な、そうだったのか。このタイミングでテストとは間が悪いな。何かあったの？会長が風の翼で逃げていったと
修道所から通報があってね。だから君も奴の仲間かと思ったんだ。会長？誰だそいつ。モンドの犯罪者だ。いつも風の翼を使って犯行に及ぶから会長の名がついた。そいつってそんなに飛ぶのが早いの？ああ、非常に早い。今回教会のとある文化財を餌におびき寄せたんだが、まんまと逃げられてね。修道女たちが文化財に風元素で目印をつけてくれてたんだが、あまりにも早くてその痕跡をたどっても追いつけないんだ。飛行のプロか。ならこのアンバーの出番だね。どこへ逃げたかわかる？最後に目撃したのは清泉町周辺だけど、もう時間が経ってるからね。安心して、ちょうど旅人もいるし、その会長を捕まえてあげる。会長を捕まえたら直接発行して。じいさんには説明してあげるから。